えお疲れ様です。体の価格を Google に聞いてみたなんてね、大層なタイトルつけましたけども、体の価格予測で検索してみただけなんですよね。で、実際にこれで検索するとトップにこういうのが出てきます。体の概要、強気の体の A ダの価格予想は1.49ドルと2.81ドル2030年までで、えー、市場アナリストは 体のエイダが到達できるるとと信じていると、まあ、つまりね、2030年までに1.49ドルから2.81ドルの間に行くんじゃないかってことですよね。まあその根拠はどこにあるのかってことはこれから探ってみるわけなんですけども、えー、その他ですね、1.16ドルは2025年までに行くだろうということなんですよね。あと2年か。<laughs> そして今年2023年は夜,夜明けの予想がね、出ています。 うん36円ぐらいですかね0.26ドルってことはうん今ね50円切って48円ぐらいですからまだもしかしたら落ちるかもしれないなと逆に36円で底が硬いというふなそんなね、えー、計測をする人がいるっていうことですよね、まあ、これがトップに出ましただからこれが信憑性があるかどうかっていうのはわからないですよというのがねちょっと下の方に下げていくとまあいろんな予想してる人がいるわけですよ 体のエイダの今後がやばいとかって書いてますけどもねどうですかね10ドルに達する2022年に行ってないでしょ <laughs> でここにも色々と出てますけどもエイダコイン15万円エイダコインっていう言い方がもうすでに間違ってますねエイダコインこれは見なくてもいいですカのダっていうプラットフォームにエイダっていう暗号通貨があるだけですからねはいえー仮想通貨エイダエイダコインカのダはやばいやばいって書くとね 見ててもらえるると思ってるんですよねきっとね、えー、体の予予想経済予測会社と書いてますまああのいろんなところがねうん予測してますけども価格予想はバラバラでしかもまだ根拠は今回ねこの動画では紹介するに至ってないんですけども根拠も結構ね予測する人の思い込みで自分の都合のいいのだけ引っ張ってきてるような感じなんですよ。 次の検索書き行きましょうか。エイダコイン価格予測2023年から2025年と、うん。まあ、こうクリックしたら出てくると思いますけども、エイダコインって書いてる時点でクリックする気は私はないですね。エイダコインの今後の価格予想を知りたい。ああ、なるほどね。うん、まあ、あの、価格予想は自由にすればいいんですけども、言い当てることはできないでしょうね。で、たまたま当たった人がピックアップされて、 で、それらしい裏付けを出してくるから、それを信じる人がいるっていうことの繰り返しだと思いますけどね。はい、ということでね、体のエイダの価格はわからないというのが正解ではないかなと思います。まあ、少なくとも、体のの、その、エダのね、価格を上げたいようでしたら、買い圧力が増えればいいわけですから、自分でたくさん買うか、それとも体のエダのニュースをね、いろんなところでピックアップしていって、アウトプットして、 をを買う人を増やしていくかこの2つじゃないですかねシンプルにそれだと思います皆さんどう思われるでしょうかでは今回は以上です